が大好きで大好きで、私がその飛び込む瞬間、本当に本当に一番気合い入れてたことあるんです。もう競泳あるある、当時30年前ぐらい、20〜30年前の競泳あるある。ちょっとまた小話しちゃおうかな。今ちょうどオリンピックやってるんですよ。キャオリンピック見てました？多分これはこの動画が流れる頃には終わってんだと思うんですけど、オリンピック何を見てました？皆さん若い頃なんかやってました？私はですね、子供の頃から高校生ぐらいまで、なんと競泳をやってました。プールが大好きで大好きで、家の前がプールだったから、水着のまんま道路渡って、裸足で渡ってプール行った。水着のまんま行くから帰り絶対パンツないんですよ。また忘れたっつって、なんで毎回忘れんの。それはいいとして、競泳はなかなか地元では頑張ってた方で、全国大会はいけなかったけど、全道大会レベル、全道で決勝でなんかメダルとか取ってたのかな。たまにね、3位とか1位とかはあんまりないけど、2位とか3位はなってた気がするっていうぐらい、本当に私って親にもよく言われたんですけど、闘争心が全然ないんですよ。負けてもいいっていうタイプで、もう本当私のやる気のなさは、親がもう気合を入れたかったらしく、よくもっと勝ちたいっていう気持ちで泳ぎなさいとか、いやいやいや聞いて気合い入れなさい、チャゲアスのね、チャゲアスのいやいやいや聞かされてさ、全然こういうタイプだから、はーい分かった、はーいって感じでやるんだけど、私がその飛び込む瞬間、よーいピッって飛び込む瞬間、本当に一番気合い入れてたことあるんです。もう競泳あるある、当時30年前ぐらい、20〜30年前の競泳あるある、飛び込んだら水着食い込むので、私平泳ぎの選手だったから、ひとかき一蹴りで上がってくるんだけど、そのひとかきの時にピッて直す、飛び込む瞬間、今日は食い込みませんよ、お願いします、ピッピッっていう競泳人生を送ってた。競泳あるあるじゃないかな、みんな。とにかく今日は食い込むなってみんな多分泳いでた。怒られる、そんなこと言ったらね、本気でやってた人。今のあの水着のタイプはもう絶対食い込まないから、ずるい、食い込み恐怖症っていう、それが私の一番の競泳の思い出っていう話。珍しいですよね。部活もないから部活経験ないんですよね。市の水泳クラブに入って部活に入らないでやってたから、それは寂しかった。なんか学校で部活の仲間みたいな青春がないから。どうせここはあれでしょう、はい、ゆっくり
Thank you.